どうも、横浜イカサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はね、手筋講座ということで黒番でね、まあ今非常に石が切られてね、ピンチな局面なんですけども、うまくするとこの2目ね取ることができますよということで考えていただけたらと思うんですけども、いやすいません、昨日もねちょっと配信の方がねできずに申し訳ございませんでした。実はですね、今私もちょっとねドキドキしながらやってるんですけども、実は今までねずっと使ってきたこの YouTube 始めたね最初の頃からずっと使っていたパソコンが急に壊れてしまいまして、実は今ね昨日から新しいパソコンを買ってね、そのパソコンで、ちょっとまあいろいろ設定をしなければいけなかった関係でね、なかなか動画が上げれず、今日もねこんな遅くなってしまったんですけども、まあ今日からですね、またこの新しい、パソコンと、またね実はソフトなんかも、この録画するソフトも違うのを使ったりとかね、マイクも違うのを使ったりということでね、ちょっと私もねドキドキしてるんですけどもね、新しい形でまたね、再出発できたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでその間にできましたでしょうか、この2目をねどうやったら取れるんだと。これ取れるか取れないかで本当にね全然この後の展開違いますから、ぜひともこの2目ねきっちり取っていきたいわけですが、これねまず一番最初に思い浮かぶのはこの当たりからね、まあ主張とか下駄とかそういった技が使えないかなって考えるわけですけどもね、まあ当たりとこう主張っぽくやっても、これはもう白さんの仲間もいますし、これも当たりになるので、これは黒がいけませんね。はい、ですからここでちょっと下駄っぽくやりたくもなるんですが、ここで白がこっちに出てくれればね、当たりして逃げて当たりして逃げて、まあこれはどっちから打ってもですけども、こう主張に取ることができますね。こうなればね、もちろんあの黒が非常にうまいんですけどもね、ドカーンと取れますからね。ですけどもこうはならない、白はここでこっちじゃなくてこっから出てきますよね。こっちから出てこられてしまうと、このように来て追いかけてもですね、逃げられて、こっちから打っても逃げられて、抑え込んでも逃げられて、で抑え込んでも先にここのダメが開いてますからね、自分のここの石が取られてしまうよということで、これは黒が失敗です。ということで、じゃあどうしたらいいのかなというところになるわけですけども、正解の方いよいよ行きましょうか。はい、ここで正解はね、実はちょっと前にやったのと少し数字が似てるんですが、こちらのつける手が正解ということになるんですね。いや、この手がね実戦だとかなり気がつきにくい一手なんじゃないでしょうか。ここでですね、白が、まあ、ここの2目をやっぱ取られたくないんですね。さあここでね、白はじゃあどうするかというところになるんですけども、白が例えばここにね繋いでくるのであれば、これはもうグッとね、抑えまして、これで白がねこっち当たりしても繋いでおいて、これ 1,2,3 手あるんですね。黒で白は2手しかありませんから、これは白を取ることができますよね。ですから白としてはここね繋いだ後に、まあこっちを出ていくよりないのかなという感じがしますね。こっちだとこれもすごいね、こう当たりがすぐできちゃいますからね、これで当たりになるんで、まあ、白の最強の抵抗はこちらを出てくる手というところになるんですが、ここでグッとも押さえちゃいましょう。押さえて、ここで当たり当たりと白が一見出てきてしまいそうに見えるんですが、ここで、また次の手ねどうするか。ここでいきなりこんな風にね下駄みたいな形でかけてしまうのは失敗で、出てこられて切られると先に自分の2目が取られてしまいます。ですからここで一度曲げまして、そしてここで逃げた時に下駄の筋があるんですね。これ頭の中で読んでるとね、この辺が難しいんですね。非常にこう打たれてみるとね、まあ下駄だから自然なような気がするんですけど、やっぱ最初の段階でこの手が読めたかどうかっていうのがね、非常にこのまあ大事なポイントというところになってくると思います。でこれで出てきても抑える、出てきても抑えて当たりになりますよというところになりますね。はい、しもちろんこっちを切ってくればやはり繋いでおけば白が2手黒が3手と最初と同じ状況になるわけです。ということでこれ白はですね、なかなか打つ手がないんですね。つけられてしまうと、まあ、こっちから出ていっても押さえて、やはりこれはこちらからね出ていこうとしても当たりの当たりで取られてしまいますし、こちらを繋いでもやはり上を封鎖すれば、これまた逃げれない形ということになりますよね。はい、ということで白はね逃げ道意外とないんです。あとはこれぐらいですかね。こちら逃げる手は今度はもう種石当たりにして、当たりして、これは最初の主張と同じような形になりますね。はい、このような形で主張で取ることができますよということになります。はい、ということで、これでですね、ここにつけた時に、まあ、白の抵抗はまあ大体4だかなというところになりますね。はい、ということでこういうね手筋で相手の種石が取れると非常に気持ちいいしね、この後の戦い非常にグッと楽になりますからね。これ例えばやっぱ覗きっぽいから繋いでしまうとね、これ途端に白からこんな風に逃げられてしまうと下辺も左辺も弱いぞということになりますから、正解図とはやはりものすごい差があるよということになりますね。はい、ということで、まあ、今回はねこの辺りにしていきたいなと思うんですけども、いかがだったでしょうか。私も今日はね本当にね、なんかこう触っててね慣れなくてそわそわしてる形になるんですけどもね、
早く私もこれ慣れてね、まあよりね多分パソコンの性能自体はね良くなったと思うんで、またねまあパソコンの性能変わってもね5番映ってるだけですから大して変わらないんですけども、まあなんかねまたいい動画作っていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。ということで今日はねこの辺りにしたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ねいろいろな動画上げておりますんで、ぜひともチャンネル登録並び高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。